はいどうも、発狂マシンガンナースです。今回はガチャ評価ということでやってまいりました。今回はこちらユナイテッド現役ビッグタイムね、しっかり取って使ってきたということで、まあ、使った育成紹介してから使用感など解説していけたらなと思います。でね、今ちょっと結構沼引きしてまして、エリクセンまだ獲得できておりません。動画の時には追加で撮ってると思うんですけど、今現在ねちょっと沼っております。久しぶりにねガチャ沼ってるって報告です。すごいガチャ沼って泣いてるんで、よければチャンネル登録高評価お願いします。本当に励みになります。ということで、早速やっていきましょう。ということで、まずは今使ってる育成ですね。まあ今はテンハグの適正85ですね。まあまだ7試合しか使ってないんか。まあフレーム合わせたらまあちょうど10試合ぐらいかな。今回使った育成こんな感じ。パスに3、ドリブルに3、クイックに8、脚力に8、エアバトルに5、ディフェンスに12と。結構ディフェンスに振ってる感じかな。でまあ見ていくんですけど、身長185センチで CMF、DMF できて、まあ、センターバックつけてみるのもまあ面白そうかな。まあドリブルの数値はちょっと低いですね。でまあパスはしっかり80乗ってて、ディフェンス高くて、まあ、スピードも80あって、まあ、瞬発はそこそこ。フィジカルしかありますね。ブースターデュエルこれ良かったですね。で、スキルはヘッダーミドル、マンマーク、インターセプト、ブロッカー、エアバトル、闘争心って感じで。いやスキルも揃ってて素晴らしいですね。で、お次、ワンビサカも、まあ、同じぐらいかな、試合数は。で、今回使った育成こんな感じ。脚力に12、エアバトルに4、ディフェンスに15と、めちゃくちゃ尖らした育成してみました。で、これなぜかというとね、なんか、まあ、バランス的な育成するのもいいんですけど、それだとね、ちょっとこのベルゴミと、そんな変わらんのかなと。まあ、ベルゴイ持ってたから、まあ、この育成したっていうのもあるんですけど、まあ、ベルゴイ持ってないならもうちょい普通の育成するのも全然ありやと思うんですけど、ベルゴイ持ってるんで、と差別化。まあ、ワンビサカでしかできない育成って感じですね。で、まあ、能力見てもらったらわかると思うんですけど、こんな感じは。まあ、ドリブルパスは振らなくても普通にいい感じになって、まあ、ヘディング数値はちょっと低いかな。で、こちら、ボールダッシュ100乗せました。これ素晴らしくて、まあ、ディフェンスもしか90超えてきて、アグレッシブに守備意識も高いですね。で、スピードも100乗ってんのよ。テンハグで位置上がるんで。なんで、スピードボールダッシュ100乗せ育成ということでね。スピードボールダッシュ100乗せる選手、僕が探した中ではいませんでした。マジでワンビサカだけだったんで、まあ、それならもうやるしかないでしょということで、ね、この育成で今使ってますね。まあ、また、タレデザ無料期間来たら買えるとは思うんですけど、まあ、今これで結構いい感じですね。で、瞬発も振ってなくてもとか80あったり、フィジカルもしっかり80って感じで、普通にいいんよな、これ。で、ブースターシャットダウン、これ強すぎるね。で、スキル元からダブタ持ってたり、マンマーク、インターセット、ブロッカーあったりって感じで、優秀ですね。まあ、つけるならエアバトルかな。まあ、今使っている癖はこんな感じですね。使用感など解説していくんですけど、まず、カゼミーロ。まあ、カゼミーロ使って思ったのは、なんかね、全体的に操作感が重いなと思ってしまった。なんか動きが重いんよな。なんでなんやろ、わからんねんけど、なんか重いんよな。僕だけなんかな感じてんの、わからんねんけど。この育成だとドリブル70超えてないんで、まあ、そこちょっと痛いのか。なんか取った後なんかのっそり遅いなって感じてしまうことあるかな。でまあパスはやっぱ普通にうまい。80乗ってるとやっぱ普通にうまくて、まあ、ヘディングフィジカル系やっぱ高いんで、まあ、競り負けないかな。でまあディフェンス系はもうさすがって感じで、フィジカル系とディフェンスしっかりあるんで、もうがっつり取ってくれるって感じかな。まあ、パスカットもちゃんとできるし、まあ、相手からもうがっつり取るって感じやねんけど、なんかね守備で動かす時とかちょっと重いんよな。なんでなんやろ、やっぱ瞬発なんかな。なんでまあ瞬発もっと上げるのもしかしたらありかもしれん。まあ、結構上げやなあかんけど、瞬発80乗せてみんのももしかしたらありなんかなって思ったりしてますね。って感じでね、なんか動きがね、重く感じちゃうよな。カゼミーロなんか、習慣とかもそうやったんやけど、なんか動きがちょっと重いような気がしてますね。やっぱりライカールトとか、ジューベルトシューバーと比較するとやっぱ動きが重く感じちゃうかな。ドリブルもうちょい上げんのもありなんかな。またやっぱ瞬発かな。瞬発ドリブルもうちょい上げんのありかもしれん。まあ、ジューベルトシューバーのドリブルそんな高くないんか。瞬発も高くない？あれなんでやろ？え？なんか使った感じ、ジューベルトシューバー方が軽いんよな。やっぱ体重ってこれ関係あるんかな？身長も同じぐらいやねんけど。なんでやろ？なんかジューベルトシューバーよりカゼミーロ方が重く感じるから。体重って関係あるんかな？どうなんやろ？僕の勝手なあれなんかもしれんねんけど。僕が使った感想はそんな感じですね。皆さんの意見も聞かせてほしい。これは風味を使った人。次、ワンビサカ解説していくんですけど、シンプルに強いね。まあ、この育成がね、一番いいかわからんねんけど、やっぱボールダッシュ100。いや、これいいっすね。スピード100よりボールダッシュ100乗せる方が、
いいんじゃないかなと僕は思いましたね。まあスピード100まで乗せる必要あんのかな、どうなんやろ。100に知らんくても多分速いと思うし、まあスピードよりボールダッシュ優先していいかなって思ったかな。やっぱボールダッシュ100乗ってるとね、明らかに相手からボール取りやすいよ。その通りやねんけど。まあ、スピードやっぱりね、ドリブルするとき感じやすいわ。守備してるときよりね、ドリブルしたときがスピード感じるん で。フィジカルやっぱね、持ち上げてもいいかなって思った。8上げぐらいしていいんじゃないかな。瞬発のまあ持ち上げて良さそうやし。まあ、こんだけ特化させる必要はないのかなと思ったかな、今のとこ。ただこの育成もめちゃくちゃいいですね。普通に速くてボール刈り取れるって感じなんで、もちろん強いですね。まあ、ワンビサカの使用感特に言うことないんよな。普通に強くて、だからハイライトと比べるとどうなんやろうな。もちろんね、 B 固定でビッグタイムの方が強いんですけど、まあ、このパックのワンビサカとかね持ってる人なら、まあ、全然こっちで我慢してもいいような気はしたから。まあ、能力はもちろんねビッグタイム買ってるんですけど、なんかワンビサカ自体が強いんよ。なんか、まあ、このワンビサカもボールダッシュめちゃくちゃ高いしね、ハイライトでもいいような気がしたし、まあ、ベルゴミでもいいんかな。でもベルゴミよりなんか強いとは感じてるんですけど、でまあワンビサカ育成し直すとしたらこんな感じするかもしれん。いやフィジカル8上げしたいかもしれんな。でまああとはスピードか瞬発って感じで、まあ僕が次試すとしたらこんな感じかな。はい、ということでね、エリクセンも獲得してきたんですけど、この男衝撃的すぎる。バキモン強いねんけど、マジでびっくりした。このガチャの評価一気に変わるぐらい強かったということで、紹介していきます。まあ7試合使ってきたんですけど、こちら5ゴール2アシスト、素晴らしいね。5ゴール2アシストしてるんやけど、やっぱ守備もできるからね。でまず育成、まあこれ結構おすすめですね。決定力に3パスに5、ドリブルに8、クイックに7、脚力に10、エアバトルに5、ディフェンスに9と、まあこれでいいんじゃないかなと思うくらい良かったですね。でボックス2ボックスがね結構いいんよね。 CMF 使うと2列目カウン飛び出しみたいなね上がり見せるんで、これも良かったですね。でね、ドリブルがめちゃくちゃしやすい。まあ、ドリブルは82と、まあ、低くはないけど、まあ、ボルコンボールキープしか90乗ってるんで、めちゃくちゃボールキープできる。で、パスはもう圧巻。もうめちゃくちゃうまい。で、決定力70。これ、詐欺です。決定力80は絶対にあります。ってぐらいもうめちゃくちゃ決めてくれますね。マジでね、後で流すと思うプレイ集見てもらったらわかると思うんですけど、決定力バグってます。で、守備ちゃんとできます。いや、これマジでありがたい。前から守備してくれたり。これ素晴らしいですね。で、スピードちゃんと88と、これいいですね。うん、普通に速いって感じで、瞬発も80乗ってる。まあ、アジリティやっぱ良かった。で、フィジカル80、やっぱこれ感じますね。まあ、守備の時でも感じるんですけど、やっぱね、ドリブルの時、こうフィジカルやばいわ。明らかに取られにくいもん。って感じで、フィジカルも良くて、ボディコンもあって。ボディコン、フィジカルしっかり80あると、やっぱドリブル、めちゃくちゃしやすいですね。背負いやすさが全然違うって感じで。で、逆足精度最高。これがもう素晴らしいですね。って感じで、エリクセンがマジでやばいです。で、まあ、スキルは元から、コンカ、ミドル、ワンパス、ルパ、ピンプのドス、アウトスピン、インターセプトと。まあ、元からいいの持ってるんですけど、今回、ダブタと闘争心つけてしまいました。まあ、ダブタつける前からめちゃくちゃ強くて、全然点も取れたということでね。もう、これはちょっとつけるしかないでしょということで、まあ、配信の勢いでちょっとつけちゃいましたね。ただね、ダブタつけたところ、もちろん強くなりましたね。ということで、まあ、スキル追加するなら、まあ、あとアシューラ、まあ、ワンシューとかすればいいんじゃないかな。まあ、ブロッカーとかも、まあ、そこら辺かな。まあ、使用感は、まあ、今解説した通りですね。って感じでね、エリクセンの強さを知ってしまったことにより、ユナイテッドビッグタイムの評価が一気に上がってしまいました。正直、おすすめしたいかもしれん、これ。やっぱね、ワンビサカはね、もちろん強いの知ってて、なんかそのまま強かった。まあもちろん強いよねって感じの強さで、まあカゼミーロはね、まあ正直アンカーは代用できるかな。ライカとか、まあザカリアでもいいかなって感じなんで。まあカゼミーロはちょっと置いといて、エリクセンがやばいですね。やっぱ僕このチャルハノールめちゃくちゃ好きなんよ。今チャルハノールの能力大体こんな感じで、まあドリブルはまあちょっと負けてるかな。でパス同じぐらいで、まあ決定力めちゃくちゃ負けてるよね。まあただ守備はめちゃくちゃ勝っててって感じで、まあスピードも勝ってるんか。まあキック力ちょっと負けてたで、フィジカルはまあ勝ってるかな。って感じでね、この、まあ、僕が大好きチャルハノールと比較しても、守備できるチャルハノールみたいな。なんか決定力もね、まあ、もちろん落ちてるんよ。もちろん落ちてるんやけど、エリクセンちゃんと決めるし、まあ、足速くなってフィジカル強くなって守備できるようになったチャルハノールと言っても過言ではない。もうそれぐらいエリクセン強いんでね、結構おすすめしたいかな。ワンビサカエリクセンがマジガチスカ級、環境トップクラスと言ってもいいぐらいの強さなんで、
今回のガチャ全然引くのありな気がしてきたから、いや一気に評価上がりました正直、まあ、ただ木曜日でねシーズン変わるということで、まあ、そこでショータイムとかワンチャンあるし、まあ、新しいエピックのデータも追加される可能性もあるんで、まあ、一旦木曜まで待つのが、まあ、一番いいのかな、まあ、安全に行きたい人は、まあ、木曜まで待つのをおすすめしますということで、まあ、ラストプレイ集、まあ、軽く撮ってきたんで見てもらえたらなと思います。うまっ、逆足コンカは？マジで？え？マジで言ってる？70で入っちゃう、いやエフィクセンちょっともしかしたらやばいかもしれん、ほらこねやすいな、でキック力あるから、いや、いいね、普通に速いよな、これやりすぎた、普通に速い、なに、はぁ、バケモンの誕生だ、何をしてんのこいつ、いやーさすが守備できてパスもうまい、おーおーおー、はっ、はい、チート、エリクセンチート、こいつあかん、やっぱダメだ、血力70じゃない、お、こっからは、あー、ババクヌは言ってるな、ちゃんと、おお、ちゃんと決める、上がりがめっちゃいいわ、もうできちゃうな気合いよマジで、いやこれ守備できんのマジ神、うまーい、素晴らしい、危ね、マジで危ない、危なすぎ、いやこれ今のエリクセン素晴らしかったな、うん、いやアシストにできんかったのがちょっと申し訳ない、ええなんでこんなドリブルできんのこいつ、何今の、普通にドリブルしや、いやワンピサかさすがやな、ワンピサかはもっと褒めていいな、 やばいって、なんでこんなちゃんと決まんの、え、どういうことこれ、え、めっちゃ普通に決めていく、決定力80後半のやつ